玄城さん、今回の旅は北インドカシミールから巡礼をしながらマガダ国のブッダガヤに来ました。今日のブッダガヤではお釈迦様が初めて悟りを開かれたところとして世界中から巡礼者が訪れています。玄城さんもそこを訪れました。三蔵法師玄城物語29、ナーランダ大学老子との開講。玄城一行はマガダ国のブッダガヤに到着しました。仏尊お釈迦様が初めて悟りを開かれた菩提樹と金剛座、しかし玄城が訪れた時は金剛座は土砂に埋もれてしまい見ることができませんでした。また菩提樹は長年無残にも刈られたり焼かれたり毒をまかれたり150センチの高さしかない状態になっていました。万里の道のりをはるばる越えてやっとお釈迦様のもとにたどり着いたのに、金剛座も菩提樹もこんな姿に。お釈迦様のおられた時、私はどこでどんな人生を送っていたのだろう。私はなぜかくも罪業が深いのであろうか。菩提樹の下、金剛座を埋めた地面に身を投げて、現状は豪国だという。近年、英国の考古学班によって金剛座は掘り出され、再び日の目を見るようになりました。菩提樹は元の木の末裔の木が金剛座のそばに移し替えられました。ブッダガヤで聖地を巡礼していると、ナーランダ大学から4人の僧が玄城を迎えに来ました。案内されてついていくと、待っていたのはナーランダ大学の学長を務める小法僧チーラバトラ法師が玄城を待っていました。なんと100歳を超えています。玄城は天竺の作法に従って五体投地で礼をし、丁重に挨拶をしました。玄城を腰掛けに座らせ、チーラバトラ法師は質問をしました。そなたはどこから来られたか。チーナ、中国です。お、チーナか。そなたは何年かかってここまでたどり着いたか。3年です。もうすぐ4年になります。なんとここにいる弟子のブッダバトラが私の3年前の病について話してくれるから聞きなさい。ブッダバトラは言いました。私は小法僧様の身の回りのことをさせていただいております老いのブッダバトラと言います。小法僧様は長年リウマチを患っておいででした。3年前は痛みが特にひどく、足は今日から絶食することにする。食事はしない。痛くてたまらない。早く死んでしまいたいとおっしゃって絶食を始められました。ある夜のことです。眠っていると3人の光る人が現れたそうです。それは黄金、瑠璃色、銀色に光っていたそうです。真ん中の黄金の人が言いました。シーラバトラ、そなたは自ら身を捨てようとしている。横の瑠璃色に輝く人が言いました。今の苦痛は過去の罪業のためなるぞ。今世を嫌って死ぬと永劫にその業は消えない。銀色に光る人が言いました。ここはよく忍び教論を広め罪を消さねばならぬところである。真ん中の黄金に輝く人は瑠璃色の人を指さって言いました。そなたは知っておろうか。こちらは観音菩薩である。そして反対側の銀色に光る人を指さって言いました。こちらは弥勒菩薩である。銀色に輝く人は真ん中の黄金の人を指さって言いました。こちらは文殊菩薩であるぞ。
黄金に輝く文殊菩薩は言いました。近く地位なからそなたについて学ぶため一人の僧が来る。そなたは待っていてその者に教えなければならん。慎んでお教えの通りにいたしますと聖法僧様は答えました。すると光は消えました。その途端夢から覚め、聖法僧様の20年来の病がなんと完治してしまったのです。それが3年前のことです。それから3年、聖法僧様は地位なから僧が来るのを待っておられました。現状は驚きました。私が唐から天竺に向けて出発した3年前に、聖法僧様は三尊仏から私が来るのを聞いて、ここで待っておられたというのですか。聖地を巡礼してきて、仏法が衰退している様をいくつも見てきました。しかし天は仏法を長く残そうとして老僧を生きながら会えさせ、私の来るのを待たせたのであろうか。現状は答えました。ただただありがたく思います。この上はあらん限りの力で聴聞いたします。何とぞ慈悲を持ってお教えくださいますようお願いいたします。3年間待ち続けた聖法僧シーラバトラ法師、3年かけてその人のもとへたどり着いた玄奘三蔵。その時玄奘は30、シーラバトラ106歳。3年の年月を超え今開講。玄奘さん、諦めないで旅を続けてきてよかったですね。これからナーランダ大学で5年留学が始まります。続きは次回、どうぞお楽しみに。チャンネルドアノブがお送りしました。